今日は鍋というわけで引っ越ししました。まだ片付いてないけどね、この裏側は。はい、乾杯。乾杯。いただきます。あ、そういえば動画めっちゃ久々だから髪色も真っ赤にしました。眉毛も細眉にしました。なんか若返った。ほんと？いやけどなんかさ、久々こんな明るい髪にしたらさ、うん、ちょっと暗めだったじゃん。鏡見るとびっくりする毎回。うん、あれ？ってこんな明るい。月は今日も明るいですけどね。めっちゃ綺麗かったな、月。月今日すごかった。見に行っちゃったもん。ほんとに月みたいでしょ。クレーターもあるから。ん？クレーターもあるから全然笑われない引っ越してからずっとめっちゃ早起きする。まあたった3日の話だけど、めっちゃ日当たりいいから。やっぱ日当たりってめっちゃ大事だね。 IKEA でベッド買ったらもうめちゃめちゃ硬いんだけど。けどネットには IKEA のマットレス、うん、なんか柔らかいみたいな書いてあったんだけどね。で、前は初め硬いとかなかった？いやー、まあ、そんなこと感じなかった。しかもさ、マットレスでさ3万とかするじゃん、うん、マットレスパッドでまた3万とかするんだよ。だったら6万のマットレス買うよって、うん、あ、コアラマットレスさんいらっしゃい。ください。引っ越してさ、この家エアコンついてなかったからさ、初めてエアコン買ったけどさ、だいたいさ引っ越したらついてたじゃんエアコン、うん、高いねエアコン。今日さアバンティーズのライブ見に行ったんだよ、うん、スカイハイとアバンティーズの対バンだったんだけど、スカイハイもセンター分けだったのね。でノベルコアっていう、うん、知ってる、うん、アーティストもセンター分けだったんだよ。女の人もあったん？うん、女の人？その人もあったん？あ、なんか1曲だけゲスフューチャリングが来てた、うん、で、ソラチンもセンター分け全然遠くから、遠くから誰か思わない遠くからみたいなね、めっちゃ声を挟めた。もう誰かセンター分けそんな流行ってんだって。大学は？うん？俺は真っ赤。色の話してるえセンター分けにもいっぱい種類があるやん、うん、みんな金髪のセンター分けしかも髪ストレートみたいな感じやろ。こうで、来てた男の子がいたんだよ。ファンの？ファンの、うん、その子もセンター分けだった。あれ誰のファンなんだろうってスカイハイルかなソラチーかなみたいな、またあのロベルコアかなみたいな誰のマネージャーか分かんない分かんなかった。めっちゃ久々ライブ行ったんだよ、あのゼップとかのライブね。でも声出せないじゃん、うん、あんな大音量で音楽聴いたからさ、帰り車の中も音量マックスで帰った。楽しかった？いやもう楽しかったスカイハイすげえ。いつから音楽やパフォーマンスやってんだろうね。結局顔もかっこいいしな。うん、芸能人ってさ綺麗な顔してる、うん、芸能人ってあったらテレビとかで見るより何百枚も綺麗ってなるよな。お前もそう思われてんじゃないの？ゆうかちゃんやっぱ生で見た方が可愛いなって。逆の部類や。画面で見た方がいいわって変わらんか、うん、俺も言われるよ。なぜ？うん、画面で見るよりちっちゃいですねってもうめっちゃ同じこと言われる。え、それはあいらからしたら YouTube とか見てたら、うん、ほぼこの辺やんって言ってる、うん、だから優香とかやったら、うん、実際見たらめっちゃ華奢に見えるとか、うん、なんかめっちゃでかいと思われる。え、身長そんな低いんですかって言われる。もうそうやん、身長とかも。まあそうだよね、顔とかだけ。まあそんな態度でかいんだなって身長低いが態度がでかい。来世は高くなろう。いや、来世は犬になればいいか。犬になりたい。犬になりたい。だってトイレするだけでいい子だねって言われるんだよ。まあね、ほんまに伝えたいことも伝われへん。まあないもんねだりか。うん、うん、IKEA でさ家具買ってく俺ら何個か組み立てたじゃん。まあ言うても 2種類ぐらい。俺も後半めっちゃ早かったよ IKEA 俺絶対働けるよ IKEA の組み立てサービス。今日お風呂入る前めっちゃナチュラルに仕上げて、うん、さあ風呂入ろうみたいなIKEA 5000円でこれ組み立てサービスやってんじゃん、うん、俺3000円でする。その代わりご飯食べさせてって感じ俺使うな今度から。いやなんか軽いラックとかだったらいいけど、もうなんかこのキッチンの棚とかだったら絶対使った方がいい。5000円払ってでも。びっくりするのが平気で木に穴開けてくださいみたいなこと言ってくるんじゃん、うん、いやいやいやそんな設備持ってませんからって佐賀君ってそんな目やったっけ。どういうこと？こっち二人でこっち人やってくる。いや奥舞台だから疲れてたりすると目二重になる。急に二重整形とかされて現れるとびっくりする。気づく？うん？気づく？気づく気づく。目は一番気づく。二重はわかると思う。女の
人はさ、アイプチとかしてる人とかだったらさ、あんま気づきにくいけど、男の人だってマジ一発でわかるね。いくらかかるの二重整形って。いいとことかいっぱい増えてくるけど、友達5万とかやってる。5万でできんだ。いや、でももっと安いと思う。もっと安いの？できるとこ多分3万とかで。ええ？どんぐらいダウンタウン？ダウンタウンダウンタイムどんぐらい？だから厳密に言ったら半年ぐらいじゃん。ブルーベリーアイアイブルーベリーアイって懐かしくない？懐かしい。最近見ないね。グル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 コサミン、世田谷育ちのグルコサミン、今日の折り込みチラシで。懐かしい。懐かしいでしょ。共立美容外科。何見てんのよ。ピアノ売ってちょうだい。いや、それはもう懐かしいとかじゃないよね。けどさ、すごくない？あれさ、1本取ってずっと使ってんだよ。あの人、何にお金もらえるのかな。まあ、二次使用は発生してんじゃないかな、ずっと。ファミマのデレレレレレが作った人が永遠にいつ入ってきてる。入り口の音？デレレレレレレの音あり。あ、うん。あの人は、あの、ファイマンの、だからその音が鳴るために印税入ってきてるらしい。それだけで入んの？うん、だって、まあ、そりゃそうよな、その人が作った。え、じゃあ、マックは？ピロリン、ピロリン。いや、作ったとかじゃないやつ。作ったとかじゃないやつ。まあ、ちょっと動画止まっちゃってたっすけど、また動画頑張って更新したいと思うんで、よかったら動画見てください。というわけで、そろそろ動画終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。じゃあ、また動画撮ります。バイバーイ。バイバーイ。あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。